ヤーコップ・アードルングは、ドイツのオルガニスト、教育者、楽器制作者、音楽師や、音楽理論家。アードルングは、エアフルトにほど近いビンダースレーベンに生まれた。オルガニストだった父のダーフィとアードルングは、ヤーコップの、初めての師となり、母は、トンドルフ出身のドロテイ・アイリーザーベタ・モイエリーン、であった。アードルングは1711年から、 エアフルトの聖アンドレアス諸島学校に通い、1713年からは、市内のギムナジウムへと移った。この時期に彼は、クリスティアン・ライヒャルトの家で暮らしており、ライヒャルトからもオルガンを習っていた。1723年から1726年にかけては、イエーナ大学で、哲学、文献学、進学を収め、さらにヨハン・ニコラウス・バッハの下でオルガンを学んだ。 この時期、彼は、バイマルで、ヨハン・ゴット・フリート・バルターと、交友関係を築き、バルターから、音楽理論に関する著作を借り受けた。後に、アードルングはこれを題材に数冊の本を執筆するが、1736年に、彼の家を襲った火災により、大半が消失してしまった。1737年に、エアフルトへと戻った、彼は、 ヨハン・ハイン・リヒ・ブットシュテットがこの世を去ると公認として、説教家協会のオルガニストとなり、その後没するまでこの職を務めた。また、アードルングはエアフルトのギムナジウムで語学の教授を務め、彼自身の見積もったところでは、1728年から1762年の間に218人のオルガンの生徒、284人の語学の生徒を受け持ったという。さらに、彼は、 鍵盤楽器の製造も行っており、同型の16台を完成させている。1732年に結婚したエリーザベト・リッターは、マクデブルク近郊のクロースバンの市長の娘であった。アードルングは18世紀中頃の優れた音楽理論家の一人に数えられる。理論、美学、音楽習慣に関する重要かつ包括的な著作を、残したヨハン・マッテゾン、ローレンツ・クリストフ・ミツラー。 ヨハン・ゴット・フリート・バルターと共に、とりわけバロック音楽と小楽器の演奏法に関しては、彼らの作品は豊かであると同時に、一部は今日になっても未だ利用されていない情報源なのである。アンダイ・タングズ・デア・ムージー・クリーチェン・ジェリハシットには、アードルングが乱すことができた、音楽史、音楽に関係する数学、平均率、オルガン、その他楽器、歌唱、通奏低音、 コラールとコラール前奏曲、即興、イタリアタブラチュア、そして作曲に関する記録が収められている。作曲家として彼は主としてオルガン曲を作曲した。アードルングによれば17世紀の終わりにドイツへ平均率を導入したのはアンドレアス・ベルクマイスターであったという。アードルングの自助伝はムジカ・マッケニカ・オーガノエリの第二部のボーリードに残されている。 ありがとうございます。